足痩せに骨盤矯正って関係あんのって思うかもしれないんですけどね、めちゃめちゃ関係あるんですよ。こんにちは、グタラストレッチです。以前に挙げた1回で足が細くなるっていう動画がめちゃくちゃ好評で、一緒に頑張ってくれた皆さんの中に1回で1センチ細くなりました、2センチ細くなりましたとか、もう中にはねマイナス 3.5 センチ細くなりましたっていう方がね続出したんですよ。もうね素晴らしいです。私ねめちゃくちゃめんどくさがり屋なんですけどね、皆さんの頑張りを聞いていると私も頑張ろうって思えるのでね、本当にありがたいです。で今回なんですけれど、以前の足痩せ動画をねさらにパワーアップして骨盤の歪みを直して1回で足が細くなるストレッチっていうのをね紹介したいと思います。足痩せに骨盤矯正って関係あんのって思うかもしれないんですけどね、めちゃめちゃ関係あるんですよ。骨盤のね歪みを放っておいたら一向にね細くならない下半身になってしまうのでね要注意です。まずはちょっと一緒にね骨盤の歪みチェックっていうのをねしていきましょう。はい、まずはですね骨盤の歪みチェックなんですけど、こういう女の子座り、わかります、こういうちょっと正座をこう同じ方向にこういう女の子座りしてみてください。この時にちょっとやりにくいなって思う方ありますかね。それがあるとねかなりね骨盤に歪んでる可能性大ですよ。でこの時にね骨盤立てて背筋を伸ばしてしっかりこうやってやってみてください。ちょっとね何度かやってみて、あどっちかやりにくいなとかがあればね、あの骨盤歪んでます。私はちなみに若干ですけどこっち側の方がちょっとやりにくいです。皆さんねちょっとねこの感覚をね覚えておいてください。はい、ではね一緒にやっていきましょう。まずね最初は寝転がります。寝転がったら足を曲げます。曲げたらこう片方の方ね、ぐる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 大きい円を描くような感じで回してあげてください。20秒です。でなんかねこういう動きって結構質問いただくんですけれど、ちょっとね股関節がゴリ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 痛いっていう方はね、もうゆっくりやっていただくか、まあそれがもうちっちゃいね動きでも大丈夫です。それがねない方はできる限りね大きな円を描くような感じで動かしてください。はい、もう片方なしです。20秒です。股関節のねゴリゴリ痛いって方はね無理しないでやってください。これ飛ばしちゃったら大丈夫なんでね、無理なくねゆるーくやっていきましょう。無理は禁物ですよ。もうねベッドでできるので、よいしょ、大きな円をね描くような感じです。股関節意識して、よいしょ。はい、次はですね片方の足上げます。上げたらねこうなるべく遠くの方にこう足を伸ばしていきます。20秒です。この時ね足腰あたり背中ね伸びていれば OK です。背中はちゃんとねつけてください。この辺ねほんと大体この辺伸びてればね OK です。ちょっとね伸びが分かりにくい方はちょっと自分で微調整してちょっと遠くに行ったり手前にやったりとかねちょっと確認しながらやってみてください。よいしょ。はい、もう片方の足ぐーっとね遠くの方に外に、20秒です。この辺伸びてったら OK です。あんまりね無理はしないでくださいね。床に足つかなくても全然大丈夫ですから、の伸びてる感じがすればねほんと OK です。自分のね、レベルに合わせてねゆるーくやっていきましょう。頑張ってね、ゆっくり伸ばして、よいしょ。はい、次はですね、完全に足脱力させながら足をこういう感じで内外内外でねパタパタさせていきましょう。パタパタです。股関節周りねこれ意外に緩むので、これだけとかでもね普段ね転がってる時とかにもねできると思います。ゆるーくねパタ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 、股関節ね痛いって方はね注意してくださいね。呼吸もしっかり、よいしょ。はい、次はですね足をねこういう感じで上でクロスさせてください。で、体は完全に、肩背中はね、完全に床について手も床クロスさせた状態でこう左右にパタパタさせてあげてください。30秒です。でこの時にこのね何だろうお腹の下あたりで支えるような感じです。絶対に肩はついて、お尻もなるべくついて、よいしょ、床すれ
で行かないでください。おいしょ。ちょっとね、お腹で支えるような感じでね、お尻も浮かさないでくださいね。ゆっくり頑張って。ちょっとね、難しいです。頑張ってください。もうちょっと、よいしょはい、次はですね、足をね、抱えます。抱えてぐーっとね、胸の方に伸ばしていきましょう。30秒です。ぐーっとね、できる範囲で構いません。全然ここつかなくても、これぐらいでも自分のできる範囲でね、もも裏伸びてる感じがすればね、 OK なのでね、ゆっくりね、伸ばしてあげてください。ストレッチやってる時はね、ゆっくりね、長く呼吸するのがね、おすすめです。息をね、辛いからって息を止めるのね、よくないので呼吸だけ意識してやってください。よいしょ。はい、もう片方の足抱え込んでぐーっと胸の方に寄せていきます。30秒です。もも裏伸びてる感じしますかね。頑張ってね。ぐーっとね、もも裏伸びてる、 OK ですよ。ゆっくり呼吸して頑張ってもう少しです。よいしょ。しっかりやればね、足痩せするのよ。本当に頑張りましょう。もうちょっと、よいしょ。はい、次はね、足を90度に曲げたらね、足をね、膝の上にね、かけます。かけたらね、このこっちの方の太ももをぐーっと持ってね、胸に寄せていきます。30秒です。さっきのね、ストレッチよりちょっときついんですけどね、かなり伸びるので、お尻もも裏ガンガンで伸ばしていきましょう。で、この体勢ほんときついよって方はね、これなくてもさっきのやつのね、ちょっと長くやってくれればね、大丈夫です。全然無理はしないでください。ほんとストレッチ無理はね、逆効果になってしまうのでね、無理は禁物ですよ。ゆるーくゆるーくね、やりましょうもうあんまりね、頑張りたくないので、私ももうなんかね、最小限の努力で寄せましょう。はい、もう片方の足、膝の上にね、足乗っけて、支えてる方の太ももをグッとね、胸の方に寄せていきましょう。じゃあ30秒。お尻、ふくらはぎじゃない、太もも伸びていれば OK です。ふーぐーっとね、しっかり深呼吸してください。できるだけこう余裕がある人はこうやってね、バウンスさせてくださいね。そしたらより伸びます余裕がある人だけですからね頑張ってね、もうちょっとだよ。よいしょ。はい、次はですね、足を90度に曲げて、足の幅をね、握り拳1個分でヒップリフトをやっていきたいと思います。お尻のギューの力でお腹に力を入れて上に上げていきましょう。30秒です。ギューの力ですね。手はね、脱力。ぐーっと、お尻の穴を締めるときの、感じで、ね、上に上げていきます。お腹に力入れてください。絶対に背中反らないように。よいしょ。お尻ギューですよ。頭の中で、この筋肉のね、ギューをね、意識しながらやるとね、全然違います。よいしょ。頑張って結構ね、30秒きついと思いますけど、頑張ってください。よいしょ。はい、次はですね、今のヒップリフト、この状態、これをキープします。これでお尻の力を使って、こう外にこうやってやっていきます。いきますよ。30秒です。ヒップアブダクションです。お尻のね、収縮を意識しながら、外にお腹に力入れて、めっちゃきついですよ、これ。頑張って。もう10秒でも20秒でもね、自分のね、できる範囲で頑張ってください。休憩 OK です。できる方は30秒、私と一緒に頑張りましょう。頑張って。もう少しだよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いや、これ普段使ってないところめちゃくちゃ使います。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。頑張って。よいしょ。はい、次はですね、足をね、まっすぐ上に90度になるようにね、伸ばします。その時ね、足、つま先見てください。つま先はこう内側にあったり、外にあったり、内側にあったり、これの動きをね、30秒やっていきます。よいしょ。ぐーっとね、できるだけ足伸ばしながら、私もあんまり伸びてないけど、よいしょ。ぐーっとね、ふくらはぎめっちゃ伸びます。
これね結構地味ですけどめちゃめちゃ血流良くなってね足痩せにね効果大ですよ。頑張ってください。よいしょ。これもね無理は禁物です。余裕がある方はねタオルとか巻いてグッてやっちゃっても大丈夫です。よいしょ。はい、次はですね足の裏をくっつけます。くっつけてね、床につけます。床につけたらこのお尻の力でギューっとね上に上がっていきましょう。30秒です。お尻の力でギューで上に上がる。下げてギューで上に上がるギューで上に上がる。お腹力入れてねギューで上がる。よいしょ。頑張って。結構ねきついと思う。もう30秒できなくってももうね自分を責めないでください。本当に自分がね辛いなと思うだけやれば全然大丈夫なんです。本当頑張ってねもう少しです。よいしょ。はい、次はですねちょっとね横向きましょう。横向いたら足をグーッとね足を手で引っ張ってグーッとねお尻の方に伸ばしていきます。30秒です。これはですね、前ももをね、伸ばしたいんですよ。なので、前ももね、結構ね、こうやってやると、ね、猫背にするとね、さらに前もも伸びるんですけどね、ちょっとね、余裕がある方だけでお願いします。とりあえず、前ももが伸びてる感じがあれば、もう OK です。前ももね、ほんと凝り固まってる方、日本人女性にはめちゃめちゃ多いのでね、前もものストレッチはね、ほんととにかくね、結構トップクラスにやってほしいなって思いますね。よいしょ。はい、次はですね、足を上下に動かしていきます。床スレスレまで下げましょう。30秒でーす。あんまりこの時、早くやらないでください。もう、ちょっと、ゆっくり、じりじり。これね、ゆっくりやった方がきついと思います。なるべく床スレスレまで、上半身は力を入れないでください。意外にきついですよ。頑張ってね。楽に見えるけど。頑張って、もう少し、もうちょっと頑張って、あと3秒、2、1、よいしょ。はい、次はですね膝曲げます。曲げたらね足の方、足の裏はねくっつけてください。くっつけて上半身はだらーんで、骨盤はこういう感じでこうまっすぐ立てた状態で、このお尻の横の筋肉を意識しながらこうパカパカしていきます。30秒です。お尻の横の筋肉を意識しながら開いたり閉じたりします。これクラブシェルっていうね、種目です。上半身はねだらんですよ。よいしょ。お尻のここのようなね収縮を意識しながらやってください。ちょっとねここの筋肉を意識しながらねやるのって意外に難しいんですよ。普段使えてない方が多いので、なんかね、この辺ちょっとね手で触りながらやってみてあげてください。よいしょ。はい、もう片方のね足の方やっていくのでね、ちょっと私はね、体勢チェンジしますけどね。よいしょ。はい、前ももね伸ばします。足曲げて手でねグーンとね押して、お尻の方に押していきましょう。30秒です。グーンとね、お尻の方をめがけてねグッと足を押します。そうするとね前ももめちゃめちゃ伸びます。余裕だよって方ちょっとね猫背気味になったりとかね、ちょっとね自分で角度を探してみるとね、より伸びると思います。余裕がある人だけですよ前ももはねほんとしっかり伸ばしてください。ふー、前もものストレッチはねほんと結構効果あるので、ね、めちゃめちゃおすすめです。2、1。はい、次はですね上半身だらーんとね足を上下に床スレスレまでこうやってね上げていきます。30秒でーす。頑張ってこれゆっくりやってください。あんまり早くやるよりはねゆっくりやった方が効果があるので、よいしょ。地味にきついですよこのポイントはお尻も足だと思ってお尻から上げるようなイメージ、そうするとねお尻にも効くんですよ。よいしょ。持てた。よいしょ。はい、次はですね膝曲げます。
曲げたらね、足はね、足の裏はくっつきます。くっつけて上半身だらんで骨盤を立てます。立ててこのお尻の横の収縮を意識しながらね、パカパカさせていきましょう。30秒です。クラブシェルです。ぐーっとね、自分でちょっとお尻触ってあげてください。この辺動いてるなーって思えばね OK です。ちょっとねこれね、結構難しいんですよ、ここを意識させるっていうのが。このね、この横のお尻の動きが分かればめちゃめちゃ効きますよ。でもあんまり無理はしないでください。もうちょっとです。頑張って。2、1、よいしょ。はい、次はですね、うつ伏せになります。うつ伏せになったらね、また足を持ちます。持ったらね、お尻の方にね、ぐーっとね、近寄らせていきます。30秒です。ぐーっとね、これもね、前もものストレッチです。しっかりね、前ももストレッチしてあげてください。これ、ね、私はね、お尻つきますけどね、全然つかない方は全然大丈夫です。ゆっくりやってください。自分のできる範囲で構いません。あんまり無理は禁物なのでね、ゆーくね、頑張りましょう。もうね、皆さんやってるだけでマジで偉いですよ、本当に。よいしょ。はい、次はね、もう片方の足ぐーっとね、寄せていきましょう。30秒です。手で持ってね、お尻の方に近づけていきましょう。これ、ね、私はね、お尻つきますけど、全然これね、つかないのが当たり前だと思ってください。硬い方はね、これつかないので、もう本当それが普通です。本当に徐々にね、頑張っていけば大丈夫なのでね、ゆっくりね、一緒にやっていきましょう。呼吸しっかり、頑張って、もうちょっとだよ、あと少しでね、終わります。よいしょ。では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 、ラストをね、こうやって足の裏をくっつけます。くっつけたらね、お尻のギューの、ちょっとね、見にくい、このお尻のね、ギューの力でね、1ミリ浮かせるようなイメージ、お尻のギューの力で足を1ミリ1センチ浮かせるようなイメージです。これ40秒やっていきましょう。背中は絶対反らないよね、お腹に力で、こうちょっとね、見にくいですけどね、お尻のギューでね、ちょっと1センチぐらい浮かせるような感じです。これ見た目めちゃめちゃ地味ですけど結構きついです。なんかね、お尻を絞るような感じですかね、お尻絞りっていう人もいます。お尻を絞る、これ超地味ですけど本当効くんですよ。頑張って、お尻を絞る、ちょっとね、本当足を少しだけ浮かせるようなイメージ、別に浮かなくても本当大丈夫ですから、イメージですよ。よいしょ。素晴らしいです。お疲れ様です。最後までね、しっかりストレッチやればね、必ずね、骨盤の歪みは治って足は細くなります。ですが、日常生活での歪みの原因っていうのがやっぱあるんですよ。なのでね、一回で足細くなったり歪みはね、改善したりはするんですけれどね、やっぱね、元に戻ってしまうんですよ。なのでね、今回は日常生活でよくね、ありがちな気をつけなきゃいけない点っていうのをね、ちょっとね、少し紹介させていただきたいと思います。まずね、足を組む癖がある人、あとね、もう一つはバッグを片方だけにかけてしまうっていう方ですね。まあそういう方は意識的にね、交互にバッグね、かけるようにしてあげてください。もう一つはね、うつ伏せで寝るなんですよ。意外じゃないですか。人の体ってね、仰向けになって寝るのに、ね、適した作りになっているのでね、うつ伏せだったりとかするとね、歪みの原因になってしまうんです。もう一つはね、結構多いと思いますよ。立ってるとかにすると体重を片方にかけちゃう、これ良くないですね。ちゃんとね、自分のね、体のお腹の筋肉、足の筋肉を使ってね、まっすぐ立つように意識してください。最後は女子に多いんですけどね、内股に歩いてしまうことですね。内股歩きはね、マジで女子にとってね、いいこと一つもないです。本当に。それに関してはね、大天使の動画でね、以前に詳しく喋ってるのでね、概要欄にね、貼っておくので、ぜひ見てみてください。まあ大体ね、こんな感じなんですけどね、まあ、ぶっちゃけ私も結構当たってるんですよ、正直。まあでもね、一応知っていて
ってやっぱ意識するだけでもねだいぶ違うと思うのでね、ちょっとでもいいのでね、明日からね気をつけてみてください。はい、この辺で以上となります。最近ね TikTok、Twitter、Instagram も更新しています。今回の動画がちょっとでもいいなって思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またねー。